崎チャンネル。こんにちは。さて、結構これファンの皆さん気になってると思うんですよ、はい、選手に差し入れがしたい、何がいいのっていう。ああ確かにね、はい、特にあのキャンプとかの時によく差し入れとかもらいますもん、はい、そうですよね。あとはバレンタインとかね、うん、チョコレートもらったりとか。バレンタインどのぐらいもらってたんですか。最高言っていいですか。はい、最高、はい、トラックで運ばれてきました。えありがとうございます。嘘ついてないですか。ついてないです。本当ですか。嘘つくわけないじゃないですか。トラックで運ばれてきた。はい、チョコレート、すいません。じゃあ数も数えられないぐらいってことですか。いや、数は数え切れますよ。数えましたもん、ちゃんと。え、大体そのトラックどのぐらいなんですか。トラックで宅急便の人が運んできました。へえ。なんで段ボールに入ってるってことですか。うん、トラックでね。だからトラックで一つずつ来るパターンもあるし、はい、なんか宅配便の人がトラックに乗って僕のチョコレートを運んできてくれる。はい、あ、そういうこと。どこ、トラックで。いや、私なんかもうトラックいっぱいになんかこう、あの、わーってそもそもチョコレートだと思いません。いやいや、僕そんなこと言ってるんですか。トラックで運ばれてきたって言って。いや、なんか今騙されましたわ、今。なんでそう、トラックいっぱいに佐藤さんのチョコレートみたいな、これ佐藤さんのでーすって、トラックのなんか荷台に全部佐藤さんのチョコレートとか。いやいや、ダンボールに入るぐらいのやつが、はい、なんで何十個みたいな感じですか。そうですね、最高多分30個ぐらいかかってるのかなんですね。これもらう選手って何個もらってるんでしょうね。それはもうすごいじゃないですか。すごいですかね、はい、それはすごいと思いますよ。200個とか、それは行くんですかね。行くんじゃないですか。行くんですかね、はい、へー、まあ、ありがたいですけどね、はい、でも差し入れも、はい、嬉しいのと嬉しくないのがあるんですよ。おだ、今日はね、はい、やっぱ忖度ないチャンネルじゃないですか、はい、こんな差し入れいらないっていうのもいます。それはファンの皆さんに聞いた方がいいですか。いいですよね、はいはいはい、じゃあほぼ一つしかないんですけど、はい、こんな差し入れいらない、はい、絶対にやめてね。1位、はい、手作り。ああ、いや、そりゃそうですね、うん、やっぱ手作りは、はい、いや、それなかなかちょっと食べれないです、さすがに。そうですよね、はい、さすがに。あと夏場とかね、はい、保冷剤に入れて、はい、手作りのものを持ってきてくれるのは気持ちはありがたいですよ、はい、それはもうすごい受け取ってます、うん、気持ちは。でも、はい、夏場にいくら保冷剤入れてるからって言って、はい、家で作って、うん、まあどこに住んでるか分かんないですけど、はい、来る間の時間、うん、プラス、うん、僕の入りを待ってる時間、はい、でもらうんですよね。はい、さすがにちょっと食べれないです。え、じゃあその生ものじゃなくてクッキーだったらどうですか。クッキー、はい、手作り。手作り、気持ちだけいただきます。まあそうなりますよね、まあ、いや、万が一がね、はい、もしそれで何かになった時に、はい、もうあるじゃないですか。まあもちろん皆さんね、分かってる方だと思いますけど、何買ったらもったいないですよね。気持ちだけでお腹いっぱいです、はい、そうですね。だから手作りじゃない方がありがたいです、まあ、手作りそのもらって食べないかもしれないですけど、はい、でも手作りしてきてくれるぐらいのお気持ちは嬉しいです、ね、そう、気持ちは嬉しいですよ、うん、気持ちは嬉しいですけど、さすがにね、ちょっと、はい、じゃ嬉しいのいきましょうか。テンション上げた方がいいじゃないですか、はい、そうですね、まあね、はい、一番嬉しいのはね、はい、何気にね、温泉のもとです。それ誰か言ってたの。やっぱりお風呂の入浴剤、入浴剤が一番嬉しいです、はい、しかも特にキャンプ時は本当に嬉しいです、はい、やっぱりキャンプとか使われてる時に、はい、石垣とかは湯船あるんですよ、ちゃんとした、はい、もうお風呂とトイレが分かれてて、本当の、はい、家のお風呂みたいなお風呂なんですよ、はい、石垣のホテルはグランビリオ、はい、でそこに温泉の素入れて、はい、でゆっくり漫画の本読みながらとか、今だったら YouTube 見ながらとかして入ってるんで、はい、温泉の素は本当に嬉しいです、はい。それなんかの番組でも、なんか選手がやっぱ入浴剤が一番嬉しいですって言ってたの覚えてます、うん、あ、やっぱそうなんですね。あとね、はい、何気に嬉しいのはね、うん、飲み物ですね。へえ。ジュースとか、はい、僕とかもう僕のファンの人は僕が好きな飲み物知ってるんで、はいはい、僕が好きなものを買ってきてくれたり、はい、1本くれるんですけど、はい、そういうのも本当嬉しいですね、うん、飲み物。え、じゃあそのスポーツ用品とかはどうですか。 T シャツとか、うん、あ、もしかしたらその契約してたら着られない可能性もありますけど、そうそうそう、なんかこうそのブランド系じゃないなんか着られそうな T シャツとか合えばね、サイズがね、
たまにいただくときあるんですけど、はい、これぐらいだったやつがありますね。これぐらい、ちょっとサイズがみたいな。あ、でも、もらったものは着ようと思ったら着られるわけですもんね。そうそうそう、うん、だから着れるものは着ますけどね、はい、ゴルフボールとか嬉しいですけど。ああ、もうゴルフする人はいいですね、はい、今とか本当に、はい、見てますかね、ゴルフボールくれる人見てますか。あ、いるんですね、うん、嬉しいですね。使うじゃないですか、はい、ゴルフ好きだから、はい、そういうのも嬉しかったりしますね。じゃあ手作り以外に、こんなものっていうのありました？こんなんくれるんかみたいな。まあ嬉しいですけど、はい、その取り扱いに困るのは、はい、お守りとか。あ、手作りのお守りとかないんですか？もうありますよね、現役の時は。はい、だからもうお守りがけみたいなところがあって、はいはい、そこに全部かけていってました。ロッカーとかも全部。あ、でもやっぱりあるかけるんですね。そうそうそう、ロッカーに全部かけていきましたけど、はい、その処分に困りますよね。これどうしたらいいのかなみたいな。確かにね、思いこもってるしなって。そうだからありがたいですけど、うん、そうですね、うん、私昔お守り作ったな。学生の頃作っちゃったっすか。彼氏に、うん、まあ、スポーツやってたので、なんかそういうちょっとユニフォーム系のやつ、自分でフェルト買ってきて切って、綿詰めて。あるっすね、ユニフォーム型のやつ。はい、あるよね。でやってって、しかも、もう絶対外すことはないんですけど、中に紙にメッセージ書いて、なんとかなりますように、で綿の中に詰めて閉じて、絶対当てることはないんですけど渡しました。重いっすね。重い。熱入ってますね。重いじゃないですよ、思いが入ってますね。そういうことか。この思いが重いって言われたと思いました。重いっすねって、思いが入ってるねってことです。いや、当時はすごい、ね、大事にしてくれたと思うんですけど、今どうなったかな。それだとどうやって捨てるんですかね。捨てられたかな。どうやろ。あと何嬉しいかな。あと困ったやつはね、はい、昔あったんですけど、はい、これ私の好きな漫画なんで、はい、おーで、漫画好きですか、はい、でも途中の缶だけもらってもらって。だったら1缶から。それがせめて1缶にしてほしい、はい、そしたら、うん、面白いなって2缶3缶いくじゃないですか、はい、途中の缶からもらっても、はい、8缶だけからもらっても、ね、なんでこっちゃないじゃないですか。そうです、ね、でだから新刊だったかも分かんないですよね。はい、あ、そうですね。もうこれ読んでるだろうなと思って新刊を送るかもしれないですね。だからどうってことですよ、うん、いきなり8缶もらっても分かんないですよ。なんだこれはってなりますね。あとね、何気に本当に嬉しい写真、嬉しかった写真。あ、僕らって写真ってもらうことないんで、はい、そうですね、撮ることもないし、はい、なった時にその二軍の時とかも僕は写真とかくれるのは今も大事にありますけど、はい、写真とか嬉しいですね。 あとなんか切り抜きのね、うん、スクラップみたいなやつとか、はい、そういうのは嬉しかったりしますね。その自分でどうにかできないけど、野球に立つ、ね、はい、切り抜きとかでも作ってくれたら嬉しいですか、うん、嬉しいですね。なんかこう普通にこういう写真とか、うん、誰か撮ってる写真ってあるんですけど、うん、何気ない写真ってあんまりないんですよね。そういうのいただくと嬉しいですね。写真は本当に、だからね、最近はスマホばっかりですけど、はい、現像してあげると多分喜んでくれると思うんですよ、はい、選手は、うん、そういうのも嬉しいんじゃないのかなと思いますね、うん、ああ、なるほど。赤川さんはないですか、差し入れ。いや、いろいろありましたよ。何が、まあ、でも私たちってそんなにこう触れる合うことってないんですけど、もともと仙台にいた時は年に1回大きい夏祭りをやるんですよ。 TBC ってところには TBC 夏祭りっていう、はい、そこはもうアナウンサー総出でお祭り出るので、うんうん、本当にその時はアイドルになったんじゃないかっていうぐらい前に行列ができるんです。いろいろくださって。一番嬉しかったのなんですか。あ、一番嬉しい、でもやっぱ写真かもしれないです。うん、なんか去年お会いした時に撮った写真ですとかくれたりとか、あと何かのイベントやった時の写真とか、うん、もうそういうの嬉しかったですね。クソやなみたいなのあったんですか。いや、なんかこれはでも直接もらったというよりは、うん、局に送られてきた贈り物だったんですけど、ホイッスルが送られてきて、ホイッスル3つぐらい、なんか3回ぐらいに分けて送られてきたんですけど、これもしかして吹いたやつみたいな。でしょうね。え、結構びっくりしました。それだけ入ってるんですか、ホイッスルだけ。あ、ホイッスルに入ってました。3回ぐらい送られてきました。手紙とかなく。なく。でも1個は野球ボールが上になんかついたような模様のホイッスルが、はい、て。もう消去ですね、それは。いや、それはでもやっぱ吹けないでしょ。それは吹けないですね。吹けないですよね。それはダメです。はい、いや、
でもすごい、でも差し入れはありがたいですね。そうそうそう、うん、ありがたいですけどね、はい、だから今キャンプ中とかね、はい、だとそういうのとか僕は喜ばれると思いますよね、はい、あ、この間送ってくださった方、これ見てくれてありがたいんですけど、名前とかも分かんなくて、あのジャパンのユニフォームに名前あやえって入れたユニフォームをくださった方がいて、それなので今度まあなんか佐藤さんのイベントとかあったらしていこうかなと思って。すごいですね。ありがとうございます、ね、すごい嬉しかった。あれは何かしら着ていこうと思って、だまあ気持ちはね、はい、全て受け止めて嬉しいですけど、はいはい、たまにうんって言ってるやつもあれっていうやつもありますけど、はいはい、バレンタインとかでね、はい、あれって思うことはないですね。もう美味しく食べます。本当ですか？はい、本当ですか？え、でも渡したらホワイトデーって帰ってくるんですか？それはもうプレイで返しますよね。プレイで、はい、トークで、いや、あ、今、あ、今、今、あ、でもそうですね、現役の時はプレイで返すってことですね。沼さんが任せないですもんね。今話が全然噛み合ってなかったですね。いや、今、今年佐藤さんにちゃんと、なんか高級なチョコレートとか出たら帰ってくるのかなって、すごい今、うん、もう高級なチョコレートもらったら返してあげてましたけど、はい、もう終わったんで。そうですね、食べないって言われましたか？いや食べたじゃないですか。あ、そう、あの裏でね、ああ、はい、美味しく食べたじゃないですか。私が気が利かなかったんです。ロッテのお菓子じゃなくて、はい、だからまあね、まあ何でも嬉しいですけどね、夏場とか特に生ものとかを気をつけてあげてほしいですね、はい、特にね、食中毒とかいろいろあるん で、ね、どんなものでも、ね、本当に気持ちは嬉しいということですね。あとはまあ気遣ってあげてほしいですね、はい